手に始めちゃったんですけど、はい、熊がすごく見える、うん、気にならないですか、気にならないですか。明日はもうショールームしよっかな。でも明日もショールームしよっかなって思うんですけど、明日は明日で覚えることがあるので、明日もちょっとね短めの配信になっちゃうかもしれないんですけど、あと明日トーク会してからあれがあります。東海ラジオのに出ますのゆずさんのやつに出るゆずさんのやつに出る2時半とかかな。またメールしますね、またメールします。ちょっと詳しく理解をできていないので、またメールします。あ、今日悪かったです、イヤホンの調子悪かった。皆さんツイッターの連携のやつ、はい、買いました買っちゃいました。11月終わっちゃったので、いや今日はゆずさんとあの帰りのバスが一緒だったんですけど、一緒でした一緒でした。イエイイエイ、ピースピース。そう、マスクよれで今ちょっとねこの辺がねもう揺れちゃってるんですけど、それは気にしないでください。増えるからねマスク。そう、ほんとゲリラです、ゲリラです。2回上がってきて、もうご飯食べ終わったんですけど、ご飯食べ終わって2回上がってお風呂入ろうって思った時に、あ、ショールームしようと思ってしてます。だからあの林もゲリラなんですけど、私の脳内でもゲリラでした。今日はハンバーグでした。ハンバーグ、ハンバーグ、あ、そう、ツーショット写真会の時は横画面なんですけど、トーク会に参加する方ぜひ横画面なんですけど、サイン会とか普通の時は縦画面なんですよ。だからその辺ちょっと難しいかもしれないんですけど、ツーショット写真会、動画会、写真会の時は横画面になります。ハンバーグ、そうですね、横画面の佐藤です今ねっていうか、お家のねあの暖房が壊れちゃってて、ここ私の部屋じゃないんですよ。だからそう、私の部屋で配信する時いつもドア閉めるんですけど、そうドア閉めるとあったかい空気一切入ってこなくてめちゃめちゃ寒いので、今ちょっと違う部屋で配信してて、そう今暖房壊れちゃってるんですよね。角は、はい、今日今ついてないけど、まあ、トーク会でつけてました。あ、そう、こたつの布団つけなきゃなんですけど、今ちょっとあれなんですよね、お仕事続きでなんか出してでなんかやるのがちょっとめんどくさくてちゃいます、悪魔の角じゃなくてトナカイの角です。リ
ンリ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 ン、あと5分ですね。あ、そう、ホットカーペット電気毛布いいなって思いました。あったかいじゃないですか。キル毛布？いいですね。寒いですからね、最近本当に。キル毛布。キル毛布って何ですか？電気は通すんですか？通しませんか？そう、でも今日生足だったので冷えました。寒いですね、皆さん気をつけて、気をつけて、寒いので。寒かったです。でもいつも通りいつも通りでした。長ズボンだとあったかいぐらい、あったかいじゃないな、寒くないぐらいけど、生地は寒いって感じです。長ズボン履くとこんなに違うんだって思うんですけど、結局長ズボンは長続きしないんですよね。はい、風邪ひかないように気をつけます。なんかヒートテック、あ、でさそう、あったかいテックでさ、あれ出してほしいんですよね。私、靴下、長い靴下、タイツが嫌いなんですよ。タイツが嫌いだから、長い靴下っていうか、あのくるぶしまで、太ももからくるぶしまでタイツが本当に嫌いなの。あ、でも太ももからだと落ちてきちゃうのか、それは難しいな。でも2杯みたいな、あるかな、あるあるんですか。あります、太ももまでの長さのやつ。長ズボンの時にやっぱ寒いじゃないですか。あるんですか。え、タイツみたいじゃないやつですよ。タイツじゃないやつあるんですか。買おうかな。それだったらさ、ロングスカートとか長ズボンの時にそれ下履いたらめちゃめちゃあったかいやんって思ったんですよ今日。あるんだ、履こうかな。でもさ、生足でもさ2杯のさ、それがあったらさ寒くなくないですか。その領域が寒いだけでですよね。そしたら強いですよね。探そう。あ、そう、タイツはそうですね、締め付けられるのと、足全部が締め付けられるのと、あと落ちてくる、下がってくるのが嫌いです。下がってきて上げれないじゃないですか。だからあんま好きじゃないです。伝染するし。最近頑張ってクマを隠してるんですけど、あんま見えないかもしれないと。そう、
そうそう、だから多分血色よく見えないですか、顔の血色はい、ということで時間が来てしまいましたので配信を終了いたします。バイバーイめっちゃ急そう、常に急なんですよ。アイドルは儚いものですからね。ランキング見ます。1位ありがとうございます。2位ありがとうございます。3位ありがとうございます。4位ありがとうございます。5位ありがとうございます。6位ありがとうございます。7位ありがとうございます。8位ありがとうございます。9位ありがとうございます。10位ありがとうございます。11位ありがとうございます。12位ありがとうございます。13位ありがとうございます。団長街の皆様ありがとうございました。また明日夜配信します。何時になるか分かりませんが、あとラジオも聞いてください。イエーイ、バイバイ